一番気を使ったのはねコミュニケーション,ション皆さんとので会社の現状をなるべく多くの人間に知らせると、はいはい、でなるべく店舗回りをすると<で>そうですそうです、はい、皆さんとのコミュニケーションですこれがだいぶできてきたんじゃないかと思いますよか,かなり社員の中ではもう全員会社の状況または 何を目指しているか、はい、どういうことかっていうとねそういう状況が皆さんだいぶ把握できるようになった目指すとまあ,あの一番は私自身が私はこういう人間ですよと私はこういうことを考えている人間ですよとこういうことを目指している人間ですよとそういうのをねしっかりこう分かってほしいと要は一緒に遊びなさいよっていうことなんです。 まあこれからの20代とか10代の方々に何かこうメッセージなりあの投げかけるとしたらどんなことがありますでしょうか、はいあのね、人間個々一人ずつ全部違いますからね大きなメッセージでこうっていうのはないんですけどねあのこれは私は何でアメリカ渡ったかっていうことに通じると思いますけどです、ね、あの例えば私がですね勉強がクラスで一番だったと。ま、たは あの容姿短麗で女の子にモテたと日本楽しくてしょうがないと言うんだったらかかなかったと思うんですよだから私はねチョイスとして日本にいるよりはアメリカ行った方が楽しいんじゃないかと自分の人生がアメリカ行った方がですねあの自分をも,もっともっと試せるんじゃないかと試せるっちゅうかなあの例えばですねアメリカ行っただけで私は違う人間になれるんですよ日本にいたら日本人だけどアメリカ人の中にいる日本人と。 もう違う人間になるんですよ。必ず、え,え、行くだけでですね。もう、英語もできない、日本語も聞いてできないね。奴がそこにいるだけで、みんなから見たら違ってるんですよ。特別な人間なんですよ。そこのところに何か可能性があるんじゃないかと。それと同時に、自分の人生もっと面白くなるんじゃないかと。いうように思って、もう高校の時からもう、俺は行くぞと。いうことを人に話してたわけでした。ね、あの、だからですね。 もう今の若い方々どうしたら自分の人生を面白くするんだとそういう自分のことをしっかりとねこう考えてほしいと自分のこと一回きりない人生ですからどうしたら自分の人生が本当に楽しくなるのか面白くなるのかと突き詰めていくと自分の好きなことっていうのは何なんだろうと自分のやりたいことっていうのは何なんだろうとそういうことをね一生懸命考えて次の行動をケアにしたっていうことが メッセージから、ええ、自分自身の人生を一生懸命考えて何が楽しいのか何が充実するのかはい、いやー、金社<れ>長<いや> <laughs> 貴重なお話をお時間をいただきまして本当にありがとうございましたいや、どんどんございませんありがとうございましたうん